皆さんこんにちは、イナワク TV の川島です。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は少し前にも一度やったことがあるんですが、詳しくは後から追って投稿する予定にしていました。今回はそのSeeing AIというマイクロソフトの無料のアプリですね。これを投稿したいと思います。この画面にもあるように視覚的に障害がある人ですね。私は目はもともとは良かったんですが、今ねスマホとかやりすぎてだいぶ視力が落ちてしまいました。そんな場合にもね、声で教えてくれるんですね。つまりここにもあるようにトーキングカメラというものなので、読めないもの、色とかそういう場合に全部おしゃべりして教えてくれるものなんですね。では実際にいろいろなものを試してみたいと思います。Seeing AIをタップします。すると画面の左下に短いテキスト、ドキュメント、製品、人物、通貨、シーン、色、ライトのメニューがあります。まず一番左の短いテキストをタップします。再生ボタンを押していきます。今回はこのちっちゃな本を用意しました。これを読み取るかをやっていきますね。ではこの状態で再生ボタンを押します。関数ブック、仕事に使えるロード、マイクロフト365はオフィス365の新サービスのマイクロソフト365でも使える、仕事に役立つ。止めます。こんな感じで、今回ちょっと中あまり開けられないんですが、文字をいつも映ってるところを常に読んでくれます。では今度はドキュメントをやってみたいと思います。画面を横にして撮影をしてみます。次に用意したのはこのお知らせですね。このお知らせを撮影して読んでもらおうと思います。ではドキュメントをタップします。ドキュメント、すると手では何もしていないんですが、枠がきちんと合うとこのようにシャッターを押してくれて、そしてこのようにテキスト化にしてくれます。昨日投稿したのと似てますね。では、この今認識した文字を、例えばこのまま読むんであればこの状態でもいいんですが、この下に A のプラスとマイナスがあります。マイナスを押すとこのように文字が小さくなっていきます。そしてこのようにプラスを押すと大きくなっていきます。では、せっかくトーキングアプリなので、再生ボタンを押して読んでもらおうと思います。再生ボタンをタップします。電気工事のお知らせ、日頃は弊社の電気工事にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。この度、下記の日程で。止めます。こんな感じで読み上げてくれます。こうやってスクロールを少しこうすると左上にくの字が出てくるので画面を戻します。では次にバーコードの製品というのをやってみたいと思います。今回はじゃじゃーん。このお醤油のバーコードを読んでもらおうと思うんですが、ではやってみますね。バーコードを製品。読み取ると、このように処理をして、そして、英語ね、キッコーマンとか書いてありますけれども、ちょっと読み取ったかなって感じはしますが、他のものも試してもね、なかなかバーコードはちょっと違うのかなっていう感じはしますね。では、ちょっと画面を戻します。では、次に人物を行ってみたいと思います。人物をタップします。今ね、周りに誰もいないので、このように写真を撮ることはできないんですが、左に写真のマークがあります。これで写真を撮ると、そうするとね、ここから認識をするんですが、今回はいないので、左のこのメニューのところから写真を撮ったものから参照することができます。参照をタップします。するとこのように、
今までの撮った写真の中から読み取ることができます。ではね、この写真をちょっとタップして読み取ってもらおうかと思います。するとこのように群衆の前に立つ人のグループと表示されました。まあ、うまく読み取ってくれましたね。では戻します。ではこの写真にしてみようと思います。これは娘がパソコンをやってるところの写真になるんですが、やってみたいと思います。とコンピューターの前に立っている人と表示されました。2人の顔処理中。2人が検出されました。中立と思われる59歳の女性、ニュートラルと思われる黒髪の1歳の男の子。皿の上に卵。森の中の大きな木、おそらく赤ちゃんを抱いている人。おそらく川の隣に立っている男。では通過、これを押してみたいと思います。では通過をタップしますね。そうするとこのように今1000円って言ったかな、1000円って言ってますね。1000円わかりました。では次1万円をやります。1万円わかったみたいですね。このように紙幣を読み取ってくれるようになります。次真をやってみたいと思います。プレビュー、この写真を今ね誰もいないので参照からやってみたいと思います。では猫ですね、うち猫がいるので猫の写真をタップしたいと思います。カウンターに座っている猫、8月19日。これですね、うちの猫ちゃんが、まあ、座っているっていうか、まあすごいですね。では他もやってみたいと思います。おそらくテーブルの上に座っている花で満たされた花瓶、8月10日。まあ、ちょっと違うけどこんなもんですかね。次行きます。じゃあアジサイにしてみますね。花のクローズアップ、8月8日。確かに。では今度は、カメラにしてみますね。おそらくカメラの上に座っている荷物の一部、7月24日。荷物は座っていませんけれども、カメラだけは認識したみたいですね。エアドロップは、おそらくロゴのクローズアップ、エアドロップ、7月29日。確かに。じゃあ醤油やってみようかな。今醤油をやったので醤油をどう反応するかをやってみたいと思います。この場合は写真を撮ります。処理中、ボトルのクローズアップ。ボトルですか。まあいいです、こんな感じになります。では画面を戻して色をやってみますね。では色をタップします。色、プレビュー、黒、青、灰色、白、青および赤。ちょっとずれちゃうからね。これも前回やってみましたね。ではライト、最後やってみたいと思います。音をね、明るくなると上なんですよね、暗いと低くなる、こんな感じ。では今日はここまでにしたいと思います。 Seeing AI ですね。 AI なのでいろいろな情報が蓄積されて多ければ多いほど精度が上がります。今はまだちょっとなっていうのがあるんですけれども、まあこの先どうなっていくかが楽しみですね。では今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。またねー。